はい、こんにちは、落合陽一です。筑波大学図書館情報メディア系、准教授、デジタルネイチャー開発研究センターセンター長をしています。大学では、デジタルネイチャー、まあ、あのデジタルと自然、コンピューターシミュレーションの世界ではね、あのコンピューターの中であの自然を再現するっていうことをやられてますし、例えばナチュラルコンピューテーションとか、あのコンピューターの外でじゃあ自然を計算機にして使ってやろうっていうような研究もたくさんあるわけです。量子コンピューターとか光回路とかで、ああいうのが2つ合わさると1つの大きな自然を作るんじゃないかっていうのが我々の考えているところで、それを高速に回したり、人間もその中のシステムの1つに入れたり最適化したりで、その上で文化をどう考えるか考えたり、デジタルネイチャーっていう新しい自然に変わりつつあるこの環境をどうやったら科学できるのかっていうのをみんなで研究しています。でこの大学のいいところは、そうですね、僕は大学の学部も筑波出身なんですけど、昔からあの広い、とにかく広い、あの広いので隣の人のことが気にならない、隣の人のことが気にならないと日本風のあの足の引っ張り合いがなかったりとかですね、非常にオープンマインドな雰囲気の大学で、私はあの日本の大学の中では非常にお気に入りです。何してだって他の先生が存在することを確認できないですからね。うん、あのほぼタヌキの方が人間より多いんじゃないかと思っています。お気に入りの場所は、お気に入りの場所はどこだろうな。筑波大の中で一番気に入っているところは、まあ私はずっと春日エリアの中にいるので、まあ、春日エリアの中のそうですね、春日エリアのあの屋上が好きです。はい、あの月食見るときとかいいですよ。あの立ち入り禁止ですけどね。卒業生ぜひ、あの学生時代あの筑波大学に楽しい思いをした人はですね、今の学生さんに楽しい思いができるように、あのなんだろう、お金を払ってあげてください。僕の懐に入るわけじゃなくて、大学の職員の懐にも入らず、多分学生や研究者やなんかこういう枠組みの中であの有用に使われると思いますので、ぜひご支援ください。よろしくお願いします。